第十六話ミリカ部活が始まりますこのラジオでは日々の疑問や気づき空想や妄想について子供物語アートを切り口にワークショップユニットニーナニーノの二人が話す日常会話しみ出し系トーク番組ですこんにちはニーナニーノのサバコこと山下麻里です <laughs> こんにちはニーナニーノのマイマイこと高口舞子ですはいま こんにちはこんにちは目があったらびっくりしてました森さんが私っていう顔をしてました5分前ぐらいに確認したんけどねはいということで今日はですねあのいよいよ始まります私たちがあの結構念願の企画じゃないだねあのオファーをされてこのタイプの企画ができる のを待ちねんでまあこのあれですよ、うん、とラジオでいろいろ話してきたこととか、うん、そういうのが、えー、実際にやっていきましょうという場です。うん、これが、えー、中川市のミリカローデン中川の方で9月からスタートするミリカ部活。はい 部活です。部活ですね。私たちアート部はい。どうした？私、<laughs> そういう私達宇宙から来た <laughs> あ。アートとはそういうことですか？あ、そう、宇宙から来た感じ。 私が聞いたのよ。<laughs> や,やめよそんなするの <laughs>、うん、<laughs> で、えっと、何かというとミ、うん、リカローデン中川というね中川市にある文化技術拠点の施設、うん、図書館とホールと生涯学習センターで構成されている公共施設ですね、はい、ここがやる事業の中で、うん、小学5年生から中学3年生を対象にした、えー、と部活動。 部活というところがまあ何なのかみたいな話もこれからしていこうというところではありますが、うん、まあ目的というかね流れとしてはまあそういう拠点施設ということもあって何か子どもたちのその中でえっと子どもたちの放課後の居場所とか大きなえっと部活の民間移行みたいな,なんか時代の流れもあって、うんうん、何かそういう子どもたちが。 習い事をするような,なんか部活企画を考えたいということで相談をいただいたというのがまあそのあの場所でやる部活だとしたら何がいいのかってな要は何部がいいのかっていうことをいろいろ考える中で今回スタート今後ね増えていくといいなと思ってるんだけどスタートとしてはアート部と。 うん、パフォーマンス部とというこでんか重なるんじゃないかってところはもちろんあるんですけどアートっていうのはまあちょっと広い <laughs> そうだ、ね、意味としては広いけどまあなんかそういう、えーとね、よく最近ある総合学習的なものと例えば国語とか。うん 理科とか言っている感じかもね。うん、なんかその国語とか理科とか言ってもさ。言い出したらどこまでもある。そうだよね、どの目線で見るかじゃない。だから、うん、なんかわかんないけど、絵とかをさ。そういう何ていうか、出来上がるまでの背景とか。うん、例えばそこにある物語みたいな目線で見れば、うん、国語で取り上げることもできるみたいなさ。うん、そうだね 構成するものとかを考えると科学理科だったりするし社会問題を取り上げれば社会っかあのるしちょっとそれるけど英語の教科書が結構そういう存在だった気がしないいろんな話題が出てで結構海外の人種差別の問題とか単純に文化の違いとかもそうだけど英語を学ぶと言いつつ。 そのなんかほらその英語の文章の読解として、うん、結局内容を理解しなきゃいけなくて、うん、その内容に対してコメントするっていうような問いだったりするじゃないだからなんか、うん、英語の時はそういうちょっとこうまたいだ地理的なこととかね,、うん、ねなんかまたいだような授業だったなというのを今ふと思い出しましたけど。うんうんうん そうそうまあ、でとりあえずその、えー、と私たちがそのアート部とパフォーマンス部、まあ、あの場所なので芸術文化を、ね、発信するような場になったらいいなということではあるんですけど今日なんかここで話しとけるといいなというのが、まあ、いよいよ、ねあのうん、始まりますと,、えー、というところで今度、まあ、体験入部というか歓迎会というのもやりますけど。 私たちがじゃあこの部活で何をしようとしてるのかっていうことを、うん、まあせっかくだからちょっとあの始まる前にどうせこういう話はするからこの場でしとこうみたいな話ですね。まあ、ねまあ、なんかあれですよね私たちとしては、えー、と子どもたちに何か技術的なこととかを、うん、えと身につけてもらう。 まあ身につけないわけではないんだけど、うん、自然と身についていくっていうことはあるよね。であってあ,のあくまであのなんていうか何かの例えば絵を描く技術を、えー、高めていくための場ではないうん、うん、高めていくことが第一目的の場ではないそれぞれが学んでいってね突き詰めていくことはもちろん制限はしないんだけど。 それよりはそのどちらかというと大きなテーマとしてはやっぱ生きていくのの中でまあパフォーマンスというのがまあ中心に置いているのは顧問として今回参加してくれる前原さんたちを思うとまあ基本的にはダンスを中心に身体表現ねダンスを中心に考えていくというところでまあパフォーマンスにしてもえーとアートにしてもそ,のそれは生きていく上で必要なんじゃないかということを問いかけていきたいというのが。 一応大きな目的よ、ねそうだね、なんかそのまあアートをする時にさ、まあ、よく言う感性を育むみたいなことはあるんだけどその感性を育むって一体まあどういうことだっていう話もあるよね。うんうん、で私たちがこの間ちょっと話した時には、まあ、感性っていうのはいろんなことを感覚として感じてそれをどう 自分の中で処理していくかみたいなことではあると思うんだけどうん、うん、それが磨かれるとさあの辛いこともあるよねっていう話があるじゃない繊細になるからいろんなことを受け止めてしまうだけども、えー、とそれをどう自分の中でこう処理していくかとかどう何て言うんだかな なんていうのか誰かとシェアしていくかとかそういうこと方法を身につけていくのってすごく大切なことだよねっていう話もしたよね。そそそうそうそうなんかできればあのそうそう最近こう、ね、ネガティブなワードというか、うん、それがネガティブなのかどうかもなんかちょっとよくちゃんと考えて話したいところではあるけど、うん、あのなんかね であどっちだっちたかなうちの息子が1歳半ぐらいの時に、うん、なんか絶望のポーズっていう話ってしたっけこのラジオでうん、うん、あ絶望のポーズっていうのをね <laughs> うん、うん、するようになった時期があって1歳半ぐらいかな、えー、別に本人がこれが絶望のポーズって説明はしないんだよ膝から崩れ落ちて死体のようになるっていうのを。 なんかそのとにかく自分の望みが絶たれた時にさやるのよ、うん、でそれを私見てて、うん、あ絶望はしてもいいなと思ったのうん、うん、要はの、ま、望みが絶たれた状態ねだけど,なるほどそ,うその時にだから絶望と失望の違いについて、うん、そんな彼を見ながらさうん、うんうん 意外と絶望は明るいぞと思ったね<ー>。急に来る。だかほらすごい絶望するってさ、うん、すごいこう重たい感じだけど、うん、なんかその彼の絶望のポーズをさ、うん、なんかみ見,見て。 ると、あーってはなってるんだけど、なんか意外とコミカルだ。ああ、それをさあ、の絶望した状態をさ、表現してるってことじゃない。そう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 、そうね。パフォーマンス。そう、だから彼にとっては、やっぱりなんか、だからその時が本人が楽なわけじゃないよ。わーってなってるんだけど、でもなんかその感情になったら、このポーズっていうパターンが少しあってね。で、私はそれを見てて。 まあ、絶望のポーズと勝手に私が呼んだだけなんやけどでもその時にこう絶望はあってもいいが失望があると辛いなと思ったっていうのがあってうん、うん、でなんか、えっと、その今回のアート部の話あミリカ部活の話してた時も、うん、なんかこうみんなでやらない、まあ、部活ってやっぱ複数人が何人か一緒にやるっていうふうになった時に。うんうん アートとかっていうのは必ずしもみんなでやらなくていいけどみんながやれることそれぞれとか選択できる人とやることも一人でやることも選択できるとかやることもやらないことも選択できるとかっていうことを含めてなんかその「子」のね字が使われる言葉っていくつかあるじゃない?「孤独」とか「孤立」とかなんかある。 だったね。私もいやでもなんかもうちょっとありそうだなと思って今。今 <laughs> なんかちょっと出そうとしたけど、<laughs> そうで孤独はいいけど、うん、孤立はちょっと辛いみたいなことがあるのと思ったのよ。うんうん。あれはどちらも一人と書くけど、うん、なんか孤独はさ割とその自分で選択する場合もあるとかっていうのは思う時があって、皆さん,、うん、ん絶望と失望として、何かそのうん、そうなんか、こうな,なんとなく同じような。うん 言葉として使われてもいたりするけれども、うん、なんかよく眺めてみると、うん、似たように見えるその2つの言葉も全然違うような気がして、うん、自分がやりたくないのはどっちなのかなっていうことを考えていた時にんかこう孤立って結局やっぱその集合が前提になっているような気がしていて、うん、孤独はなんかそのそれぞれが一人だということであって。 なんか別に何もそこに前提はないというか前提はないのかどうかまではちょっと私も全部考えきれてないけど私もねこの間ねちょうど買った本がね 子供が孤独でいる時間っていう時って時間って書いて時って読むんだけどすごいビジュアル系の歌詞みたいな <laughs> <laughs> そ,のその読ませ方になんかどんな意味があるのか気になるよね,ね孤独もね一人って読ませるんじゃなかったかなあもう,そう,そう絶対その人あれですよルナシーとか好きです書いた人アメリカの人あ, <laughs> あじゃあ翻訳した人ね翻訳した人そうね <laughs> ビジュアル系版とかそ,うそうそう,そう,そう でまあ、その一人でいるときに育むものがあるから一緒に遊びなさいとかっていう必要はあの必要はというか,なんかかわいそうだと思ったりとかその一人でいることが不憫だと思う必要はなくてその一人でいる時間を大切にしてあげるっていうのが必要だねっていうことだったうんの時は えと孤独かかもしれない孤独、うん、でだから孤独というのが悪いことじゃないのかあんまりその他のい言い回しあるのかなプラスのイメージで捉えたみ,みんながね、うん、みんなまたちょっとあれだけど、うん、<laughs> 多くの人が、うん、えとと誰かが1人でいることを良しとした場合の言い方ってあるのかな。あー でいるい、ね、は孤独をさ、うん、割と孤独って、うん、なんかちょっとマイナスなイメージを伴うことが多いじゃないなんかその今言ったみたいに、うん、そうやってこう一人でいる時間、うん、孤独な時間っていうのがいいんだよと思った時に、うん、あ今彼孤独よねってなんかそうやね <laughs> なんかそれに になんかこうそういう言葉ってあるのかなあなんか自分に集中するみたいな集中する時だけじゃないもんねん一人でいる時って自然を感じたりしてる時もあるしなんか、まあ、要はその本人が選択的に一人でいる場合のその一人を表現する言葉何、うんうん、か何やろうね「オンリーワン」とかは違う <laughs> 今彼 <laughs>、まあ、オンリーワン。<laughs> あユニークだねとか <laughs> ユ,ニークユニークは違うな<ー>なんかいやそうそのさ、うん、結局こうやっぱ一人でいるということ自体が、うん、あんまり良くないという前提で言葉が生まれているのかなと、ね、今なんかちょっと瞑想違うな瞑想 <laughs> 瞑想彼は今瞑想中 <laughs> 違う意味 <laughs> が変わってくるねそうね、うん、なんかそうその ねどうその不憫に思わないというとしたときにさどういうこう言葉でそれをみんなが置いておくかね素敵な一人のじ一人の時間ってことねそう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 の状態を表すことがねそうそうだから募集しますこの場でいや知りたい知りたいというかあるんだろうかということも含めてちょっとなんかそう考えるとなんか うん、だいたいそうね孤独っていうとちょっとなんか一人ぼぼっち感っていうのを一人、うん、じゃなくてなんか一人ぼっちな感じだよね。うん、なんか素敵な一人ぼっちってなかったっけ？なんだったっけ？なんか本本だったっけな？へえー。なんだったか忘れちゃった。そう子供子供のみたいな感じの。なんか作品。あ普通に小説か絵本かみたいな。うんうん、<laughs> でもありそう。ねえ。 そうそうあまあえっ、ー、となんでその話になったんだっけ絵本かな絵本、うん、ある？うん、誰の絵本？中川千尋さんあ<ー>、えー、あああのうさぎのやつ違うあ違ったあこれ知らないやつだ、うん、中川しかもあれ中川千尋さんってさこの全部ひらがなだっけいつもお<ー>今ちょっとあの検索してるところですが。はい 大体でもなんかあそれは中川宏隆さんと混ざってるんだろうか <laughs> <laughs> なんかあの漢字が名字で下がひらがなのイメージはそっちの中川さんかああそうかもしれないねねちょっとなんか混ざっているな、うん、いやまあとにかく、はい、<laughs> <laughs> いそうそうなんかそのうんといやなぜその話をしたのかに戻れなく今私はなってるんだけど。うん 孤独の話そう絶望と失望とかいう話をしたのは私はなぜだうんうん、うん、あまあ失望はしない方がいいよねっていう話だったそうそうそなんでそれを言ったんだっけえとその感,性を感性を磨く感性を育むとかっていう話からだったんだけどそれを表現しているっていうことだったよね彼がね。彼息息子があ息子が <laughs> ああそそそそうううそう,そうででええっとと あそ,うそれで結局あのそういう良くないと思われているような状態さっき言ったようにかわいそうとかさうん、うん、言われがちな状況とかもそこに想像力とかがあると別に乗り越えるとかではなくて、ねうん、全然違う世界にいられる可能性があって。うん、<laughs> で なんか今回の,そのミリカ部活で今例えば多少なりともさアートなり、うん、ダンスとか含めたパフォーマンスに興味が何かしらある子が来るわけじゃないでなんかやっぱそう思った時になんで自分が、えー、とそれが好きだなと思うのかかそういうことに気づく機会になったらいいなと思うねだから私はこれを好きでいいんだとかやっぱ自分にとってこれって大事なものだなって。 いやいやそのさ好きっていうことをさこう続けていくってすごいことやと思ってて、うん、なんか「もう好きなことばっかりしないの?」みたいなあのでついついさあのいろいろすべきことがあるときにさあの言っちゃいがちだけどさ「好きなことをすごくするって素敵なことだよね」と思ってんで笑いながら言ったら <laughs> い,い, <laughs> いいじゃん。<laughs> いやいや好きこそものだからんかただその例えば好きだから例えば絵を描き始めましたでそれが上手になって認められましたって言ってさ技術を高める方に何もね疑問を持たずにそこに行った時に例えばまあ世界は広くてさ挫折を味わったりするじゃない。その時に なんかもう何もなくなって起業されて人に評価される形じゃなくなったとた、うん、んかもう終わりだみたいなそれこそだからその失望にねうん、うん、出会ってしまう可能性があってさなんかそ,そ,うそうなった時に手放さなくていいように何か自分の。 なんていうかな相手から評価されるためのものに変わっていってしまうのはもったいないなっていうか、うん、悲しいなと思っていて好きなことはなんか自分が好きなことであってほしい、ちゃんと誰かが好きなことのためにいつの間にかだからそうやってやるようになったりするわけですね。評価されたくなっちゃうってことだよ、ね、そうこと私評価が大事なことになってしまうのではなくて。だからもしその それができるとさ何で自分がこれが好きなのかなみたいなことに出会なんか知るとかうん、うん、ことができると、うん、あの他の好きなことを持ってる人とも仲良くなれるんじゃないかなと思うんだよね。それがだから違っても何が好きかが重要ではなくてなんかどう好きかっていうところでシンパシーを感じたりとか。それができると、 あのそんな風ななんか違うジャンルのことへの興味が開かれたりとかあとは例えばまあ音楽が好きだとした時に音楽への関わり方がさ多様になるじゃんだから例えばピアノをやっていてピアノが上手になってピアニストを目指したとしてでもそこにはやっぱりそうやってレベルみたいなものとか結局他者がどう評価したかでやっぱそれが仕事になっていくかっていうのが 決まったりするじゃないもしくは何かを覚悟して続けていく方法を考えるとかいろいろあるんだけどうん、うん、その時にだからそう一番にならない人と,とかうん、うん、例えば何か何億人に聞かれない人と,とか、うん、なんかそういう,こう数だったりとかあのなんてラ,ランクみたいなことで選ぶんではなくってうん、うん、その。 音楽っってていいいううもののにどう自分が関わっていたかいかとかうん、うん、ピアノに、ね、での中で自分は何を大事にそこと関わっていきたいのかみたいなのが分かると仕事もたくさん選べるんじゃないかなとか続け方も変わってくるだから先生になってもいいかなとかうん、うん、まあ何かねあのいず とにかくなんか23人でもいいからライブをし続けようとかさ、うん、その分仕事はしてお金は稼ごうとかさ、うん、いろんな考え方ができるのかなと思ってて、うんうんうん、そうだねいや私もさ,あのさ夢を聞くのをさ、うん、あのやめようと思っている、うん、<laughs> 何になりたいか。いやいや夢をを聞くののやめるのはちょっと 言葉が違うんだけど <laughs> 夢をを聞いた時に職業を求めんかさついついさなんかえっ、ー、とまあ絵,絵に関わっていきたいみたいなこと言った時にじゃあ絵描きさんかなみたいなとか美術館の人かなとかっていうふうにさついついなんかこう,こう特定したがっちゃうんだよね。そうそういうことを <laughs> あの目指して そこだけに真っしまあぐん、うん、らいことはいっぱいあると思うんだけどでもそれをこう賛美し,しがちじゃないま、うん、っしぐらに行くことにその方法もあるとは思うけど、うん、もっといろんな、ね、あの方向があるよっていうことを大人は知ってるからさ、うん、それをなんか共有していっ けた方がまだいいかなと思ってるで今何が好きかっていう問いかけはすごく何て言うのかなだからどんどん変わっててもいいと思う、うん、好きなものが。でも今何に興味があるか今えどんなことをしたいかみたいなことを問いかけ続けることはなんかそうやって興味を持ってくれていることうん、うん。 誰か他がねそれに答えていくことで自分が知っていくっていうんかそれに答えること期待に応えるという意味ではなくてそれに返答する何かしらの反応をするっていうことねあそうか自分これ好きだったんだとかんかインタビューされて分かることってあるそういう感じ。 外から見た時によくわからないことっていうのが多分私をたくさんまと,になんかこうをまとっていてだからいろいろ聞かれる聞かれる時にこう一生懸命考えながら喋ってあ「あ、うん、この言い方いいな」途中で気づいたりとかするよねあこういう言い方すると伝わるなとかさそういう,う,でそうある意味そういう練習を。 たくさん知ってほしいこの部活の中で人からだから問われることがまずは否定じゃないことを教えてほしいし、そうそうそう。なんで？そうそうそう。え、ダメだったみたいな風にならずに、なんでかなって考えられるようね。普通にそう。だ、ほぼそうじゃん。あの、あ、ほぼ少なく私たちがさ、なんでという時ってただの疑問じゃん。ん。なんだけどやっぱなんなんでこうしたの。 しちゃいけないの分かってるよねみたいなさ格好書きであれって何なんだろね,ねなんかなんであ,あいおこり方になっちゃうんだろうなんか柔らかくしようとしてんのかなあ逆にね、うん、決めつけない決めつけない決めつけてんだけどねむしろ、うん、でもなんかあのほら 古文の文法からいくとさその方が強調されるっていうのは学んでるはずじゃないそうだだねななんんっけ何何ををやややそうそうみたいなさなんか疑問にすることで強調されることは知ってるとするとさむしろ柔らかくしてないんだよめちゃめちゃ怒ってるってことだよね。そうかだからそれを知ってるからそんな言い方になるのか。 なんかこうあの逆に丁寧になるときとかもねマイコさんみたいなカップルの喧嘩が敬語になるやつね <laughs> <う> <laughs> デスマス調で急に喋り始めるっていうあういそうだね <laughs> なんかいやでもやっぱ怒るときに、うん、あのなんではちょっとやめる運動をしたいよ、ね、そうだね。 なんでこんなことしたの?。<laughs> で、何度か、なんでなのかを仮に説明したらさ、そんなこと聞いてないみたいなテ手配になったりするじゃん。<laughs> ええー、なんでか言う。はい、言うたよ。たいなんで返ししたらよ。なんで、なんでって言うのみたいな。なん <laughs> で、なんでって怒るなって言って。ああ。 そうか普通にだってねあのその理由を答えたら怒られるもん、ね、そうなね <laughs>、まあ。そして大抵理由がないことも多いし、ねうん、まあね,そ,うね、うん、その気になっちゃってみたいなさ <laughs> 調子に乗っちゃってとかう。うん、だからなんかそうねいやでも本当ミリ株活ではどんどん調子に乗って。 乗ってくださいという。まあ、ただ、だから、私、じゃ、あの、なんでとは問うよそうそうそう。え、なんで、なんでそんなにな楽しいみたいな。そうそうそう。なんでなのかということは聞くよね。うん。私も、だから、そうね。いや、確かに、思い出せば。父も母も、なんでというワードで、もちろん言うけど。母親は、だから、なんでと言って、怒ってるパターン。 父親はなんでと言ったら答えを求めるパターンやったああへえそうか原因究明型ああでも一応ちょっと怒りモードも入ってはいるんか怒るべきかどうかを考えちゃうんだと思うまずは事情聴取こっちの意見は聞いたこっちの意見も聞いてみようっていうなんでよねんそれによって怒られるかどうかが決まるっていう静かに あの<う>聞かれる感じだったねそれもちょっと緊張するね、えー、緊張するはする、ね、もうでやられる感じだった <laughs>。慎重に答えを選ばないと <laughs> そうそうそうだからあのちゃんと考える間をねそうそうそうだから感情的にはならずにするね、うん、そ,うそれはあったよねうん、うん、<laughs> そうねそれをそう,そうだね父親はそういう感じだったな母親はもうなんか聞いちゃなかったね <laughs> 自分が言ってる時はもう <laughs> <ー>もはや本人が怒ってるって感じだったまあねあの私もこうちっちゃい時だけどね全然言うこと聞かなかったりしたらもう外に連れていくみたいなのはねあったけど「嫌!」みたいな「やめね <laughs> 外は嫌だ!」とか言って。<laughs> でもなんかさあのもちろん本当にそれが子供を傷つけてる場合もあるし、うん、あの状況によってはね良、うん、くないのは前提だけどか自分の子供の時とかのそういうちょっと追い出されるとかはさうん、うん、<laughs> さっき言ってたあた本当の孤立にはならずに。うんうん じ一,一時の孤独要は一人で考えなさいみたいな時間だったよね,ね <laughs> だからやっぱそこに向こうに一応気配とかをちゃんと感じながらやれてたっていうのはあるよねそうそうそうもう本当になんていうのかなあの本当に入れてくれないってことじゃなくてそう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 ,そうなこなんかそこにそこのその先に、うん、当時はさそこまでかんあの確信してはなかったよマジで焦ってたと思うんだけどうん、うん。<laughs> でもどこか多分その本当にこれ金輪際親と会えなくなるっていうことはないというまあ思い込みも含めたところそういうなんか油断というかさあある意味のはあったよねそうじゃなかった多分どこか行ってるもんね多分外科の,の前にじっとしてないじゃないここにはもう居場所がないって本気で思っちゃってたら多分。 なんかそのあの私たちが活動する時もさあの1人になれる空間をさ確保するじゃないでそうやってなんか今気分が乗らないとかいう時に無理やりささせようとしたりはしないで1人でなんか別のことやってもいいし、えー、考えて次の新しいなんかいいアイデアが思いついたらやるっていう風な。 なんかそういう安心して一人になれる場所をね、うんうん、あの確保しときたいなとは。そうだね。どこでやるにしても思ってる。一あのほら、行き、うん、の松原のスコールの時にさ、うん、あの一年生の男の子。イ、うん。いいくね。うんうん、がさ、あのかぶり物の中で泣いたことがあったよね。あれはなんか、あの、なんでそういう気持ちになったんだったっけ。なんか。 あ,あまあでもなんかそのすごく大きなことがあったというよりは、自分の中でうまくいかなかったんだよね。うん、あそうかそうか。そう,そう,そう,そうでそれをあの何とかしようとしたけれど、すぐにはできなくて、うん、ロボットの中で泣いたんですねそ。そうそうそう <laughs> そうそボールダンボールのね。うん かぶり物って素敵やなと思カップの目がカップになっててその中にあのビー玉が入ってたんだけどく <laughs> るんくるんくるんく <laughs> 揺れながら、ね、なかだから外から見るとちょっと面白い <laughs> 面白い風景になってるんだけどでもなんかその感じ。<laughs> うんうんうん それはさ、この間今なんか話しながら思い出したけど、あの、うん、福岡市科学館であったあの、うん、吉武新介さんの被り物シリーズとかもなんかそれと通ずるものがあるよね。うんうん、そうね。初めになんか被り物でも作るか。うん、あ、最初にね、今度のパーティーでね。うん、そうあのあいや第一回,回でね。うん パーティーで作ってみんな一人の時間を楽しむみたいなパーティーは悪くはないけど初回には逆にハードルが高いもうちょっと多少意識しちゃうじゃん初めましての時っていきなり逆に一人の世界を求められるみたいになっちゃうから1回目とかに孤独タイムを宣言するための。 被り物を作って、そうそう今入ったなって。そう,そうそう、あれを、あれに行ったら、<laughs> うん、あの、みんなそっとしとく。<laughs> <laughs> あの、<laughs> 自由な孤独タイム、ね。あ、そうそうそう、うん、だけど、別に悲しい時とかだけ使う必要なくて、それ制作中に、うんうん、あの。 今,今は私だ今はこの被り物がいると思ったら見えるようにしとかないですもんね作品作りがね。だけどさここあの目のところとかさなんかマジックテープとかでさパチって取れるようにしてさ式、ね、そう顔見えていいモードと顔見えたくないモードが選べるお目になってたらいいのかなとか,なんか前か後ろかでさ。<laughs> うん <laughs> あの前片方はちょてて <laughs> でもなんかそういうお面とかね <laughs> そういうものって少しこう心が開くよねうんうんやっぱりそうだね <laughs> まあネットとかがね匿名性で広がったのと同じなのある種同じ部分があるのかもしれないうんうん仮面舞踏会みたいなそうそうそうなんか,なんかちょっと心があのなんていうの大胆になれる時もあるよねだからさっぱしてるから,からあれだな マスクもそうだったのか、うん、やっぱみんなが今外すのが恥ずかしくなってるとかも関係あるよね, <laughs> あ,ねあるかもねここまでなら勝負でいだからしたらちょっとそう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 、うん、なんかこれは本当にめっちゃ続いてたらさ、うん、なんかお風呂とかのハードルが上がるね銭湯とかの 今まで隠したい場所だった場所が増えるやんここも顔をこうして私もこの間だってマスクだけして、ね、戦闘履 <laughs> それはちょっとやっぱ恥ずかしかったねはぁって言っちゃったもん <laughs> 一人ですっぱだなのにマスクしてるていやそうだよね、うん、あの裸でさ靴下履いてる時と同じくらい恥ずかしい, <laughs> かしい <laughs> なんかさたまにないお風呂で脱ぐ順番間違ってさ、うん、こう。 裸に靴下って、自分の見たことある。<laughs> ないかもいや。あの、よくさ、あの。なんていうの、あ、アニメ、アニメじゃない、なんか、ああいう。変質者とか、うんうん、コートとか、着てるやつでもさ、大体靴下履いてるんだ、いてるあの気持ち悪さになるんだよ。<laughs> あれ、誰がやってもなるんやと思って。へ<ー>そう、やっぱね。順番、というのがあるよね。うん、やっぱ優先順位が。のね、あの、隠さなきゃいけない、ということの。うんうんうん まあそうよねだってこれだけ裸足で歩いてる人がいるのにさ、うん、中全部着てないのになんでは足は隠すんやねんって <laughs> まあなるよねそうね、まあ、でもなんかそうやって文化あのえあの靴を履いたまま生活してる人たちはさやっぱ靴下脱ぐのもちょっと躊躇するなんかの、うん、なんかな恥ずかしいってそれはダメなことっていうかええ<ー>、うん、みたいよ。 でも、まあ、でもサンダルで歩いてたりするよねって人によるのかもしれないですということで、まあはい、あれでしたね。 もう行きますディレクターが立ち上がったので多分そういう時間なんだと思いますので行こうと思いますミリカ部活は8月の5日にね歓迎会をして9月からスタートしまして小学5年生から中学3年生までは定員が埋まらない限りはですねまだ募集も受け付けるということなので詳しくはミリカローデン中川で検索してください。 アート部は火曜日ですあ、ですですよろしくお願いしますでは次のコーナーに参りましょう、はい、今日もおうちクリニック開演の時間ですこのクリニックではおうちに住むさまざまな者たちが悩みを抱えてやってきますそれでは次の方どうぞあ、よろしくお願いします 聞こえますか、これ。声大丈夫ですね。大丈夫そうです。はい、こんにちは。はい、あの、コキブリホイホイです。あ、ごコキブリホイホイさん。<laughs> こんにちは。こんにちは。あの、私あまり見つからないようにしないといけないので、なるほど。そっと喋る癖がついていますが、大丈夫ですかね。うん、あ、わかりました、わ、はい、かりました。はい、うん。どうしましたか、えー、私ですね、 あの家の中に置かれる立場なんですけれどもゴキブリたちをキャッチするという役割を頂い,いておりましてうん、うん、ただとても外見がゴキブリフレンドリーなんですでそれがですねだいぶあの人々に嫌がられているのではないかということがあって。あ,<ー>あの どうにかしたいんです。うん、うん、うん。えっ、ー、と。じゃあ、その自分の見た目が、はい、えっと、人を助けるためのものなのに、はい。ゴキブリに寄ってるんじゃないかと。そうなんです。なんか。うん、まあ、あのゴキブリが入ってきてくれるということはいいことなんですけど、うんうん、あの人たちは。<laughs> その。私に描かれている。あの窓からこんにちはしている。 ゴキブリキャラクターたちをフレンドリーに思って入ってきているのかっていうのはちょっと疑問がありましに。それなのに描かれているんですよね。で、ゴキブリホイホイを買う方っていうのはですね、ゴキブリを見たくないんですよね。で、それなのに四六時中 ゴキフリが書いてある私を部屋の隅っこに置いとくというのはちょっと花肌そうかじゃあ例えば、うん、えっと水玉とかそうですねなんか可愛いい柄とかにするのがいいみたいなかもしくはもうとっても目立たない無地とか<ー>床床に同化するような形がいいああなるほどなるほど、うん、じゃあえっ、ー、と私 えっと、少し人間の立場から、今のお悩みにアドバイスをするとすれば、はいはい、まあ、同化されると、ふむ、ふ<踏>む。<laughs> あの、<laughs> べ、べ、そうだよね。<laughs> そう、私がゴキブリになるっていうことが起きてしまうので。<laughs> なるほど。なので、えっ、ー、と、まあ、それはちょっと。っていうことがあります。あとは、どうなんでしょうね。まあ、確かに、ゴキブリは。うんと。 なんていうのその絵を見てね「わあ仲間がいる!」とか言って多分行ってはないですよね。<laughs> うん、でだ,だけど,どう人間の方に寄せたいという気持ちがあるとしたらまずは今日の,あのまあアートの話じゃないですけど、はい、あまりその他者の評価を気にして。<laughs> 外見を変えようなんて、思う必要はないんじゃないかなと。そうでしょうか。<laughs> 違いますかね。<laughs> 気に入ってますか、外見。気に入ってないんですよ。よ<ー>っていうのは、やっぱり、私は。人間のために生まれてきたんですよね。いや、そんなことないですよ。<laughs> あなたはゴキブリホイホイになるために生まれてきてるので。そうですか。そうですね。<あ>人間のために、生まれてきたのではないと思います。あ、そうですか。 そうそう、ね、だからねあ,あれですよ人間が作ったものではあるが、うん、それが全て人間のためのものかという疑問根本から今,今言いながら自分が揺らぎます <laughs> 一瞬 <laughs> <laughs> 本当かみたいな気持ちにはなりましたけど、うん、でも外見に関しては、はいうん、変える まあそのだから変えたいという気持ちであればいいけれどもよりえと人間に喜ばれる外見というよりはなんかありたい姿を求めてほしいなと思いますけど、ねうん、ああなるほどそうですね、うん、まあ,あの私としてはもうちょっとスタイリッシュになりたい感じでではあるんですよ、ね、あ形もねなんか今どあんまりないレンガハウスレンガじゃないなね 瓦屋根、あ、とたん屋根みたいなね、デザインとかもね。そうなんです。なんかそれをあ、今っぽい家にコンテナタイプとかさ、そうですね。いくつか豆腐のようなあの素敵なお家あれじゃないですか。ディスリですねあれはいやいやいやスタイリッシュですね。四角いね。豆腐のような。そうね。あれあ、そうかわかりましたよ。今あなたのお悩みははい。 その時代によってあれだけは変わってないっていうのがちょっと悲しい、うん、物悲しいのかもしれないです、ね、そうですねずっとずっとあれ変わっているのかもしれないんですけど雰囲気を継承してますよねずっとね、うん、だって白壁の赤い屋根ですよね、うんうん、ずっとそうですねうん、うん、あれをなん,なんとかあの開発部の方にのそう、ね、伝える方法はないでしょうかね あちょっとね<あ>のその案件に関してはね <laughs>、えっと、伝える方法についてはなうちのクリニックでちょっとあの預かり知れぬところではあれですけど <laughs> そうですかなんかそういうプロフェッショナルがいらっしゃったらいいんですけど、ね、そうね、うん、あの私の友達の砂箱はデザイナーなんで、うんうん、ちょっと紹介しましょうか。 ぜひぜひんか企画ねデザインし直してこうちょっと魚の絵とかサバの絵とかなぜ魚のサバが好きだからそのぐらいシンプルに行きましょうシンプルですか魚の絵え違う違うそういう意味じゃない好きだから描くみたいなあそういうことですねだからあなたが好きなああ なるほど、うん、あの最近はやりというとあれですけど、うん、あの工作キットみたいにゴキブリオのよ、ね、うに、んうん、それはでもちょっとなんかそのそれはちょっといいかないいのかな組み立てる時間の楽しみがあるちょっと生まれるかもしれないなるほどなすごい率直な意見としては <laughs> もうそんなに関わっていなくない。<laughs> そうですか。やっぱりそうですかそうかうんだからあのいや分かりましたサバコを紹介しますありがとうございますその感じ一旦それでサバコに相談してちょっと新しいデザインであの戻ってきてください分かりました最新しましょう着替え着替えたいですねもう一度通ってくださいはい分かりましたちょっとなんかお前ちゃんとお悩みに答えたのかよく分かりませんがただあの えと人間に喜ばれることばかりを生きがいにせずに、はい、あのいかに多くのゴキブリをが集うか、うん、コミュニティハウスとして <laughs> はい、コミュニティハウスとしてですね <laughs> ちょっとこう仮面をかぶらないといけないですけどね私的には仮面をかぶる、うん、あのゴキブリフレンドリーあそういうことか何がだ <laughs> <laughs> そういうい仮面をかぶらされているんだ今私は。あー キュウリフレンドリーななるほど、うん、そうかそうかじゃあちょっとあれですね時々やっぱそうやって自分のやりたいようにやる時間を作るようにしましょう、うんはい、だからサバコを紹介します、うん、ありがとうございます<笑><笑>ありがとうございますはい、はい、じゃああのもう一度来てくださいね、はいはい、着替えてきますお待ちしてますはい,はいそれでは次の方どうぞ 今日ですねあの終わりに忘れてたと思って今、うん、あの思い出したことがあります。というのは前回「余白ジャポン」の中で、うん、あのペンギンのピムとポムのお話をしたと思うんですけどあれをですね聞いてくれたリスナーの方からあるコメントをいただきました。ペンギンギはは、うんえー、北極にいいない エスキモーは北極側だという話でだから相当な旅をしてるとエスキモーにあったとしたらすで、ね、に確かに、うん、反対側まで旅をしてるとすでにペンギンがそうか見て回ってるんだであ、まあ、もしくはまあそっちの少年が、ね、すごい勢いで来たのかもしれないんだけど、うん、エスキモー側がなのであれはもしかすると 地球一周旅をししてるかもしれない結局戻ってきてるじゃないなるぐるっと回って私たちはすごい短距離を行って帰ってきたと思ったんだけど、うん、めちゃめちゃ行った最後かもしれないという,うコメントをいただきまして、うん、ただその方曰くそんなに持つ氷があるんだろうかとも言ってました <laughs> えっと湯が熱いところを一回通る。 その疑問は残るんよねと真面目にえっと回答してくれましてああ確かにでも私たちが浅はかに語っていたことが <laughs> そんな壮大な <laughs> 旅だということが分かって <laughs>、うん、いやこれをねいや実際分かって書いてたんだろうかという疑問があってどう思う <laughs>、うん、それ。 そこだけ共有した,かったじゃないですかディック・ブルーナさんがどのぐらいその事実と照らし合わせていたのか、うんうん、これはどっちだと思うまあ北極側に珍しくいたペンギンだと思ったんじゃないかし。ら <laughs> <laughs> ということで以上となります。<laughs> <laughs> <laughs> このことをちょっとねそういうこと共有して聞いてくださったそのリスナーの方にも、はい、お礼の気持ちを込めて、はい、今日はこれで終わりたいと思います。で、はい、<laughs> は皆さんさんようなら